1975年4月3日、千葉県千葉市に生まれる。3歳の頃から左打ちに関しては自然とできるようになった。小学4年生で地元の少年野球チームへ入団すると、6年生ばかりのレギュラーに唯一抜擢された。5年生になると3番ショートとしてチームの県大会優勝に貢献。6年生では4番エースとして2連覇に貢献した。高校の寮に入るまで父親と二人三脚で自主トレを行った。その内容の一つとして身長の倍ほどの丈で素振りをするという日課もあった。中学時代は4番エースとしてチームを全国大会2連覇に導いた。中学を卒業し野球をやめようと思っていたが、あと3年お父さんを楽しませてくれという父の要望で甲子園を目指すことになった。高校は数あったスカウトの中から神奈川の名門桐蔭学園高等学校に進学。1年生の時から3番ライトのレギュラーとして活躍。高校通算30本のホームランを放ち、甲子園での打率は4割を記録した。複数のプロ球団からスカウトされていたが慶応義塾大学へ進学。1年生の時からレギュラーとして活躍。ルーキー新記録の3本のホームランを放った。3年生の時には打率5割1分に5本のホームランを放ち、三冠王に輝いた。4年生になるとキャプテンに就任。春季リーグではチームを9期ぶりのリーグ優勝に導いた。最終的に4年間全試合フルイニング出場を果たし、通算打率3割2分5厘、当時歴代4位の119安打、歴代1位の23ホーマー、当時歴代12位の62打点を挙げ、記録的な成績となった。ドラフトでは中日、日ハム、広島以外の9つの球団が高橋由伸獲得に動いたが、最終的にジャイアンツを逆指名。